鍋焼きうどん鍋焼きうどんは、うどんを用いた料理で、煮込みうどんの一種。うどん屋では単に、鍋焼きとも呼ぶ。焼きの名を持つが、いわゆる焼きうどんとは全く異なり、小鍋料理の範疇に入る。一人用の小型の土鍋あるいはアルミ鍋に、麺つゆとうどんを入れ、かまぼこ、椎茸、油揚げ、エビの天ぷら、生卵、麩などの具を乗せて煮たもの。ぐつぐつと沸騰したまま 鍋から直接食べる。具は多様で卵を立て巻きに変えたり、青菜や人参などの野菜類、牛肉や鶏肉、つみれやつくねなどを入れる店もある。調味料に味噌を使用するものは、味噌煮込みうどんと呼ばれる。蕎麦屋やうどん屋の定番メニューであるが、調理に時間や手間がかかるため、立ち食い形式の店では、ほとんど見られない。冬季限定のメニューとして提供する店も多く、 スキー場や山小屋のレストランでも人気が高いメニューである。アルミ白製の使い捨て鍋を用いた具材入りの冷凍食品や常温長期保存が可能な真空パックの茹で麺を使用したインスタント食品も販売されている。IH 調理器に対応した商品もある。松山市のソウルフードとして昔から地元住民に親しまれている鍋焼きうどんである。市内中心街には 戦後すぐから営業している専門店が2店あるほか、市内各地に鍋焼きうどんを出す店がある。その特徴として、アルミ鍋柔らかめの麺、甘めの出汁が共通項として挙げられる。また、画像のようなエビの天ぷら入りの鍋焼きうどんもあるが、基本的には甘く味付けた牛肉をメインの具にしたものが主流である。カキを含めた通年で提供する店が多い。 ありがとうございます。